ヒポコンデリー。ヒポコンデリーって何？はい。こんにちは。ね、いつもライブでこれギター弾いてコーラスしてたんですけど、ヒポコンデリーって何だろうみたいなね。わかんないなーって後から調べたんですけど、まあこういう意味だそうで。というわけで、今回は、ボーイの1994レベルオブコンプレックスという曲。その中に出てくるギターソロ。ね、布袋さんのあの神がかったカッティング。神がかったカッティングね。もうキレッキレなんですよ。そのカッティングを題材にですね、あんなに早くカッティングできないよという方のために、これからですね、ああいう早いカッティングをするためには、どういう練習したらいいのか。その練習のコツをお話ししていきます。あのレベルオブコンプレックスのギターソロね、あれ弾けたらかっこいいよなってね、なりますよね。私も初心者の頃、もう10年以上前の話ですけれども、まあその頃ね、チャレンジしてみたんですけど、全然腕の振りが追いつかない。そしてもう全然正確に弾けないっていうね、そういうことになりました。全然ダメでした。ですが、今からね、お話しする練習のコツ、とあることをですね、していくと、弾けるようになったんですよね、これが。これからその、とあることをお話ししていきます。その私が弾けるようになったとあることね。ね。早くそれを聞かせろよってね。ですよね。はい。それはですね、三つのステップから成り立っています。一つ一つ、それね、難しいことじゃありません。もう本当に単純。誰でもできます。この凡人の私でもできたので、おそらく皆さんならもっとね、バッチリできると思います。で、その一つ一つ見ていきましょう。まずはじめにですね、知ってもらいたいことがあります。これが一つ目。何を知ってもらいたいかというとですね、腕を振りますけれども、どこが一番早く動くんだという、そこを知ってもらうと。え？腕を振るんだから、その早く動かせるとこって、別に ここでしょ？これを早くすればいいんじゃないの？違うんですよ。そこじゃないんですよね、実は。確かにこのね、ギター弾いてるとこ見るとこういう腕を振ってるように見えますよね。なんですけど、この腕の振りって意外と早く限界が来るんですよね。ゆっくりこう弾いてるうちは別になんともないんですけど、これをどんどん早くしていくと、つらい、つらい。この辺がね、張るんですよ。そこよりも早く動くところ、実は腕の中にあってですね、それを知ってもらいたいんですよね。それはどこかというと、ここです。このグリグリです。グリグリ、グリグリ。ここなんですよ。腕の、この、こういう回転、手首じゃないんですよね。ここの腕の回転なんですね。こういう回転。これが、この振りよりもめちゃくちゃ速くできるんですよね。こういう感じ。これを利用するんですよ。実際に皆さんもやってみてほしいんですよね。この腕の振りと、このグリグリ。どっちが速いか。ここをね、手を前に出して、ちょっとクイッとして、クリ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 っとするんですよ。
これとこれとどっちが早い？どっちが早くできます？しかもどっちが楽にできますか？これとこれね、こっちの方が楽にできるんですよ。この動きとこの動きね、どっちが早いか分かりましたね。でカッティングの時はこのこうやって早く動かせる手首のグリグリね、これを最大限利用するんですよ。それがまず一つ目のステップ、これを知ること、これが一つ目のステップです。そして次のステップ、思い込みを捨てるということです。これはどういうことかというとですね、先ほどお話ししたこの手首グリグリ、この動きを最大限利用するにはやはりそれなりの体の動かし方を身につけなければなりません。ですがそこで支障になってくるのが、初心者にありがちなギターを弾く時の思い込みがあるんですよね。それを取り除くと。で、どんな思い込みなのかというとですね、ギターの弦を弾くというね、この動作、ピックを弦に当てるっていう思い込みがあるんですよね。これね、誰しも最初そうなんですよ。弦にピックを当てなくちゃと思って、手でこう当てに行く。で、これちょっと大げさにやってますけれども、まあリズムに乗って弾いてたとしても、こんな感じで弾いてるんですよね。もう下手したらこう、頑張って弾いてるけど、なんかこうなってる。あと、まあ上下に動かすんで、こういう風になってるっていうね。そのイメージがあるんですよ。当てよう。で、慣れてきて、だいぶ慣れてきて、こう弾いてるっていう人でも、こういう感じで弾いてる人をたまに見かけます。で、これね、ピックを弦に当てようっていう思い込みがあるからかなと思うんですよね。でもですね、よーく上手い人の演奏を見てほしいんですけど、こういう風に当てにいってるって感じじゃないですよね。当ててるというよりなんか違う動きしてますよね。なのでそのピックを弦に当てなくちゃっていう思い込み、まずそれを捨てましょう。そしてその思い込みを捨てた後に、今度はきちんとした動き、さっきの腕のグリグリ、一番早く動かせるこの腕のグリグリを最大限利用した腕の振り方、それを体に身につけさせる。これが3つ目のステップです。この腕のグリグリ、これを最大限利用した早く弾ける方法をね、身につける、その練習ですけれども、それはですね、弦に負けながら、下に上に、こういう動きなんですね。この練習のポイントは6弦すべて撫でるということです。途中で浮かせたりこういうのはしちゃダメです。で、下からストロークするときもこう浮いちゃうとかじゃなくて、必ず6弦こういう動きですね。必ず6弦をこう撫でるようにこうやります。そうするとおのずと下にストロークするときは横から見た方がいいですね。こういう角度になるんですよね。ならざるを得ない。で、下から上に上げるときもこういう角度、上から下はこういう角度、下から上はこういう角度、こういうことですね。そうするとこの先ほどの早く動かせるこの腕のグリグリを体に覚えさせることができるんですよ。まずはこの動きね、これをゆっくりやっていきましょう。ポイントは途中で浮いたりしない、あと下げるときはこう、上げるときはこうと、手首の角度が大事です。で、
ここで弾いてる最中にこんな感じで引っかかる、そういう方は手首の角度が悪いんですね。こう全然こういう風に撫でるようになってない、こう引っかかるっていうのね、そういうことなんですけれども、引っかかるようじゃ、練習になってません、引っかからないように撫でるように、これを繰り返す、そういうことです。さあこの練習ですね、最初はこんな風に慣れるまでゆっくりでいいですね。ですが慣れてきたらテンポアップ、もっと早く、ね、こういう風に少しずつテンポアップしていくんですけど、これね、この体の動かし方っていうのは意外と身についてません。日常生活でやらないんですよね。まあ、内輪を仰ぐとか、そういう時にやってるんだけど、弦に当てながら、こうやるっていうのは日常生活ではしません。なので、最初ね、ほんと、うまくできないと思います。仮に私が左手ですると、私右利きなんで、左手でしたことないからですね。同じことやらせると、やっぱね、おぼつかないんですよ。やったことないから、この動きを。皆さんも最初そうだと思います。その、おぼつかない手の動きになると思いますが、これをずーっとやってることで、だんだん慣れてきますから、最初はゆっくり本当に。手首をちゃんと使ってるなーっていうのを確認しながらゆっくりですね。ね、これをやってみましょう。で、これ大事なことなんですけれども、これね、あ、もう今日練習したから、あ、わかった、大体わかった。じゃないんですよ、この練習って。さっきもお話した通り、体にね、この動きが染みつくまでやんなくちゃダメなんですよね。で、1回2回やったところで、これって体に染みつかないんです、実は。それよりも、毎日5分でもいいので、この動きをやる。毎日毎日。そこがポイントなんですよ。集中して、今日一日中これやる、ずっとやるっていう練習は逆にあまり意味がないです。これは本当に一日5分、もう5分でもいいです。まあ10分なら10分でもいいですし、自分が決めた時間これをずっとやるね。その方が体に染み込むんですよ。うん、毎日たった5分この動きですね。え、これならやれそうだってね、なりますよね。これで、めっちゃくちゃ差がつきますから、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。さあ、ではもう一度ね、カッティングをしている映像をお見せします。ね、今お話ししたことを踏まえて、この腕のこの一番早く動かせるとこ、これがね、どんな風に動いてるかですね。ちょっと私の映像ですけれども、私が弾いてるところの映像ですが、見ていただければなと思います。思った以上にこの肘のこの動きよりも、この手首の動き、グリグリをね、使っているところがわかると思います。ぜひ見てみてください。いかがでしたか？この動き、思った以上にやってますよね。皆さんもこの動きがね、できるように毎日この練習にね、取り組んでいただけたらなと。そしてこの動きができるようになったってなったら私も嬉しいです。そしてね、この早く触れるっていうのができたら、今度はこっちのね、弦を押さえる方の手とね、こう連動してきちっと正確に弾くっていうね、そういう練習が必要になってきますよね。ね、その時に、音を鳴らす、ブラッシングするっていうね、このいろんな組み合わせでこう成り立ってるんですけれども、今からね、そのゆっくり弾いた映像をお見せします。ね、レベルオブコンプレックスの
ギターのところですね。ギターソロのところですね。弦を押さえる方の手の動き。それはですね、映像を見ていただければなと思います。そして注目して見ていただきたいところがあります。実はカッティングは同じことの繰り返しをすることが結構あります。なので、あ、こことここ同じっていうところがあるんですよ、実は。あります。なので、そこが、あ、同じだなっていうところをね、見つけながら、ご覧いただければなと思います。では、ご覧いただきます。はい、いかがですか？同じようなことをしてるとこね、何箇所かあったと思いますね。見つけられましたかね。で、まあ、ちょっとね、言わなくちゃいけないことはあるんですが、まあ、実は細かいことを言い出すと、布袋さんがケースオブボーイで弾いた時のそのカッティング、それとはちょっと違うところがあります。でもこれはですね、皆さん覚えやすいように単純化したところがあります。で、そこでね、なんだよ、違うのかよってね、思われる方もいらっしゃると思いますが、でも聞いた感じ、違いわかんなかったでしょ？ね、これですね、まあ具体的に言うと、まあね、楽譜で言うとこういうところなんですよ。ここのブラッシングは、その、一回し目の時、ね、一回目の時は弾きましたけど、二回目ではこのブラッシングはなかったんですよ、布袋さんはね、みたいな、まあ、そういうね、本当に微妙な違いなんですよ。うん、まあ言葉で言ったらあれですよ、洗濯機を洗濯機っていうような感じね、わかりますよね。洗濯機ってね、本当だったら洗濯する機械だから、洗濯機って言わなくちゃいけないの、洗濯機って言うじゃないですか。でも、それでも意味は通じますよね。洗濯機でしょってね。それと変わりません、ほとんど。だから、その、カッティングのそのイメージ全体の感じの、その、ね、中で、ここは省いてもいいっていう音があったりするし、ここは弾いててもいいっていう音があったりするんですよ。うん。なので、そうなんですよね。そこを、もう布袋さんの弾いた通り弾かなくちゃって、やる必要なくてですね。まあ、その通り同じように弾かなくちゃって思う方もいるかもしれないんですけど、その、本当に全く同じように弾くっていうことよりもですね、ギターのカッティングは、そこに集中するのはあんまり意味がないと私は思ってます。何せ、その、一回し目はこのブラッシングが抜けてるから、それ抜いて弾こうとか、そういう細かいことをしなくちゃいけなくなるんで、本当に辛くなりますよ、そういうの。それよりもカッティングはですね、いろんなパターンを覚えて、そのパターンをね、自分の引き出しにしていく。で、こういう時はこれ使おう、こういう時はこれ使おうみたいな感じで、その自分なりに弾いていく、そういうことができた方が断然かっこいいんですよね。今回紹介したレベルオブコンプレックスのカッティングもね、たくさんいいフレーズ、そのカッティングのパターンがあります。これをね、自分の引き出しにこうし、ね、して、で、自分なりにいろんなカッティングができるようになる。ね、そういうことを目指して練習していただけたらなと、私は思います。さて、
そして今回はカッティングでしたけど、次回はレベルオブコンプレックスのアウトロのギターソロ。ね、あのレベルオブコンプレックスって中間のギターソロと、曲の終わりの方ですね。そちらにもギターソロがあるんですけども、そちら曲の終わりの方のギターソロを紹介していきます。これですね、あの中間のギターソロは今日見ていただいた通りカッティングでしたよね。ファンキーなカッティングだったんですけど、アウトロのギターソロはそれとはちょっと印象が違うブルージーなギターソロなんです。なんですけど、ブルージーといっても昔からあるようなブルースの独特の泥臭さみたいなのはなくて、ちょっと都会的な感じ、そういうね、ギターソロになってます。まあその洗練されたギターソロって言ってもいいでしょうね。もう布袋さんのギターのセンスでね、織りなされるギターソロなんですけど、それを次回は、ご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは独学のギター初心者の皆さんに、独学ではなかなか気づけないギターの練習方法やコツを毎週楽しくお伝えしております。これからも動画を投稿していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画ためになったなっていう方は高評価、そしてご意見、そしてご感想もコメントでお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のギターライフが素晴らしいものとなりますように。ではまた次回。